おはようございます。3月12日木曜日です。なんで動画出すんかと思われるでしょうけど、もうね、いろいろやってきますね。メッセンジャーで更新プログラムで一生懸命押しとったら、私の顔なしがフェイスブックに出てきました。まあそのまあね、もうメッセンジャー恐ろしいわ。もうだから東原教授のなりすましが出てくるんでね、皆さん気をつけてくださいね。もうメッセンジャーだけは怖いわ、本当に悪いな。まあまあそういう人がいてるから、僕らも賢くなっていって動画に切り替えていくんやから、感謝せないかんな。うん、ありがとうございます。本当にあのいろいろやってくれてありがとうございます。本当にすごいわ。もういろいろあるな人生。日本の政府も大変やけど、私のフェイスブックももうやばいわ。YouTube とかいろいろやっていかんと、メッセンジャー怖い。ね、さあれなんで晴れるかな。もううまいことは愛情本組みないって仕事、私の弱あんなことできるな、すごいすごいわ。もう笑うしかないわ、本当にすごいな。もう本当にもうね、愛と絆がフェイスブックなんですよ。本当に愛と絆なんですよ。それを悪用するんですよ。むちゃくちゃや、もう本当にもう怖いな。もう本当に皆さん迷惑かけます、本当に。まあだけど動画はこの顔だけはごまかして出されんやろうから、この声も全部動画にさせてもらってます。はい、すみませんな。いただきます、いただきます。今日はタイ、またタイ、好きなタイ、タイとブロッコリーこれがあのタイの僕の好きなアラの、塩コショウ焼きを、またスキレットで蒸し焼きですね。いただきます。うん、おいしい、おいしい。人間ってまあいろいろ人間力とか人間って本当に戦いですね、まあ、とんでもない人との。うん、おいしい。これが鹿肉のカレースープいただきます。やっぱり美味しいわ、うん、美味しいめちゃめちゃ美味しいわ。あー、もういろんな目に遭うけど、人生これが一番幸せやな。まあ、とんでもない人ばっかり来るわたまらんわ。でもこの美味しい鹿肉で救われるわ。あー美味しい。あー、まあ、猫のさんに感謝よ。美味しい、幸せ。もっと人間不自由なくや、幸せ。まあ私も悪いとこだらけやが、何言われてもしゃあないけど、何されてもしゃあないけど、すごいな。
あるんで、こんな美味しいの。もうな、友達に巡り合えたとか、人に巡り合えたとかもう思わへんけど、この美味しいのだけは幸せやな。うん、いただきます。美味しいな。なんでこんな美味しい。もう自分で作って食べるこの幸せ感ってたまらんな。もう70過ぎて、子供も大きなって孫もできて、最後の人生これやな。もうようなこと心配でもしんどいわ。もう本当にな、えらい時代来てもたな。20年ぶりのリーマンが来そうな雰囲気やな。もう恐ろしいな。もう何もかもがもう暴落して、お金の価値もわからへんくなって、信じられんな、この美味しいスープと優しい友達やろけど、おらんやろな、そんな。ほんまにすごいわ。日本も世界もすごいわ。本当に偉い時代やわ。まあ、この偉い時代に、まず美味しいものが食べれるっていうことだけでも感謝せないかんわ。ほんま。もうコロナウイルスとかそんなところちゃうわ。もうこれはもう偉いことになるぜ。もうちょっとしたら。そやけど、まあこの試練はちょっと半端やないなと分かってきたけど、まあね、会社経営されてて2ヶ月も3ヶ月もお店休まなあかん言ったら大変ですよ、経営者は。私も経営者の気な気もし、一生ぐらい経営者やけど、給料はその間払わなあかんし、収入はゼロやし、出ていくばっかりの人生がこれから起きていくんだけど、本当に辛いと思いますよ、これは。本当にこれ乗り切られへんかったら倒産ですからね。日本の政府は1万円ずつ武器っても倒産しないんですよね。羨ましいね。本当にね、国家予算がなんか80兆円で1000兆円借金してても平気。もう普通の会社とっくに倒産ですわ。もう本当に。おまけに来る人来る人ややこしい。もう私も確かに参ったわ。本当に参った。まあだけど、この最悪のところでね、皆さんね、僕思うやけどね、こんなことね、私何遍も会社経営してて会いましたわ。いっぺんに半分、5人も10人しかおらんにボーッと5人辞められたりね、もういろんな目に遭ったからね、平気ですよ。何歩されてもどんなことがあっても耐えて生きてきますから。一人で朝ごはん食べて生きていきます。もう根性、もう根性出して、こんなんでへこたれまへんからね、頑張ります。ご清聴ありがとうございました。また明日金曜日よろしくお願いします。